にちは、さなあみです。動画をご覧くださっている皆さん、ありがとうございます。いやー、なんか復活しましたっていう動画から約1ヶ月ほど経ちまして、全然更新してないじゃんみたいな感じの方も多いと思います。実はですね、もうこの1ヶ月間ちょっといろいろとありまして、まあ特に私なんですけれども、ちょっとね、体調を崩してしまいまして、で、なんていうのかな、物忘れをするようになってしまって、で特に何かを忘れるとかではなくて、会話、例えば夫に何かを伝えた時に、それもう5回目とか、さっきも言ってたよとか言って結構言われることが増えてきて、で正直私は、いや夫が聞いてなかっただけじゃないみたいな感じで、夫のせいにねしちゃってたこともあったんですけど、ある時実家に帰った時に母に何かを話したら、それ聞いたよって言われることも増えてきて、え、じゃあ私が間違ってるのかみたいに、ようやく気づき自覚をして、夫にもう病院に行って検査してもらってって言われて、市民病院に行って、そしたら今ってなんか物忘れ外来っていうのがあるんですね。全然今までは知らなかったんですけど、そこを受診しようとしたら結構な患者の人数が多くて、まあ、予約が必要だということで予約をして、で再度予約の日に受診したんですよ。でその時に受けた検査が MRI と CT と血液検査と、あと先生からによる口頭でのテストみたいなものを受けたんですね。でもうテストがね、ちょっとあまりにも難しくて、まあ、私は元が頭が弱いっていうのもあるのかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、なんか歴史の問題も出されて、それって学力の問題じゃないと思いながらも、回答はね全部教えてくれないので、後で家帰って調べたらほとんど不正解みたいなね感じですごい恥ずかしい限りなんですけれども、であとはなんか図面とか、先生が123って言ったら同じように123って答えたり、逆に先生が123って答えたら私は反対に321って答えて、その数字がどんどん増えていくみたいな、そういったテストを受けまして、結果を聞きに行ったら、脳には特に問題はないと、 MRI も CT も異常はないですって言ってもらえて、ただちょっとそのテストに関してはまあちょっと低いかなみたいな感じでで私は今33なんですけど、この年齢を見ると記憶力は結構低下してるねって言われてしまって、正直私自身は記憶力とか暗記力とかすごい得意な方だったんですよ。もう本当に高校時代の自分のクラスの男女問わず名前を言えれるぐらい記憶力あるなって思ってますし、あとはテストでも、例えば何ページから何ページまでの範囲の中で問題を出しますって言われたら、その範囲内を覚えて暗記するんですよね。でテストを受けるんですけど、もう全教科90点以上で、もう半数以上95点以上みたいな、もうクラスで1位を2回取れるほどにまでなったぐらい暗記力とかには自信があったんですよ。だからすごくちょっとショックで、
え、低下してるのみたいな、ちょっとなんか変に自慢みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、でもそれぐらい自信があったものが年齢に比べると記憶力が結構低下しているって言われて、ちょっとねショックでしたね。で、あと血液検査の結果、まあ、ほぼ異常はなかったんですけど、なんか私もよくわかんないんですけど、その例えばアルツハイマーとかそういった病気になった時になんか数値があって3だったら平常だけど、それが4になってると、もしアルツハイマーになった時に進行が他より早いですって言われて、と思ってちょっとね結果に驚きまして、で結局この症状は何なんですかって言ったら、過度のストレスによる仮面型アルツハイマーですという診断を受けたんですね。仮面型と思って初めて聞いたので、どういうものですかって言ったら、あのアルツハイマーではないと、だけどストレスによって同じ症状が出てしまっている可能性があるという診断を受けたんですね。で前から昨年末ぐらいからかな、なんか何もないところで急に転んでしまったりとか、あとはあのお手洗いについて、まあ、自宅では夫がね自分でできるようにっていう風に考えてくれて、階段が2段あるんですよね。で今までは普通にスムーズに登れてたんですけど、なんか結構バランスを崩すようになることも増えてきて、でこの前なんて夜中にお手洗い行ったら階段でバランス崩して便器とその階段のちょっとある隙間に入っちゃって、で口を切ったんですよね。で痛っと思ったんですけど、もうそれ以上にもうなんていうの、背中に便器がついてるっていう、早くもう菌から逃れたいみたいな、もうやだやだと思って早く自分で起き上がったんですけど、まあ夜中だったため、まあ、ガシャンとは言ったんですけどね、まあ夫も娘も爆睡でした。忘れそうですよね。でまあ大した怪我もなくでよかったんですけど、なのでなんか何もないところで急にあおっとっとっとみたいな感じで転んだりするので、何なんだろうと思うんですけど、まあ、それも先生が言うそのアルツハイマーの症状なのかみたいな感じで、でまあ、特に薬は処方されることはなくて、またなんか何ヶ月後かに見てみますかとは言われたんですけど、まあ、正直、まあ、病は気からっていうか、まあ、自分でなんとかしようと思って、もし最悪なんかあやっぱりおかしいなと思ったら受診するのでって言って、とりあえず予約はしなかったんですけど、なんか急にそういった症状が出て、同じような方っていらっしゃいますかね。まあよく周りに言うと、いや同じ話なんてすることあるよとか、同じこと聞いたりすることあるよとか言ってくれて、励ましてくれてすごい嬉しいんですけど、そのレベルが多分私は違うんだろうなって思って、気をつけなきゃなって思いながら、なので人と会話するときに前置きをするようになってしまって、これって前にも話したかもしれないんですけどって言って話を切り出すとか、なんか前に言っちゃってたらごめんなさいとか、そういう言葉が出ることが癖になってしまうようになってて、何なんだろうみたいな感じなんですけど、でそれでそしたらもう私が久しぶりに、めったに私は風邪ひかないんですけど、高熱が出て、
39度5分出たんですよね。お寒がひどすぎて、もうなんていうんですか、寒いレベルじゃない、動けない、硬直してる感じで、んで夫にも早く寝室いて寝たらって言われるんですけど、わかる、わかってるよ、動けないって言って、そんなにみたいな、で歯はガタガタ言うぐらい、もう本当にその場から動けなかったんですよ。で夫に抱っこしてもらって、寝室行って布団かけてもらって、その時にね、あのロキソニンを飲んだんですけど、まあ、その効果もあって、まあ、数時間後にはすごい楽になったんですけど、こんなにもなんかひどいおかんに襲われたことが初めてで、すごいやばかったです。まあ、数時間後にはもう7度台に下がって、もうそれからは8度台に行ったこともあれば、もうあとは7度台で済んで、ただその時が日曜日だったんですよ。夫が今インフルエンザとコロナが同時に検査できるキットがあるっていうことで薬局を回ってくれたんですよね。ただ日曜日っていうこともあって薬剤師さんがいないと売ることができないって言われて、でそこでイオンならいるだろうと、イオンに先にもう電話して、そしたらありますよって、売れますよって言ってくださったんで、夫に行ってもらって、で夫に検査してもらって、そしたらしっかりとインフルエンザもコロナも陰性が出て、まあとりあえずホッとしたんですけど、もうね、熱は下がりつつあるんですけども、喉の痛みが増してきて、水分を取ることさえ痛すぎて、喉が痛い喉が痛いみたいな感じだったんですけど、で次の日月曜日で、私の母が車でかかりつけ医に連れて行ってくれて、でそこでまた検査してもらったんですけど、まあ綿棒を鼻にね突っ込むのが本当に苦手で痛かったんですけど、まあ、これでわかるならと思いながらもね、もう30超えたいい大人ですからもう我慢したんですけど、そしたらしっかりと両方とも陰性が出たので、もうこれでちょっともう本当によかったと思って、で一安心して、でそしたら、まあ、母が娘をちょっと預かってくれて、ちょっと一人の時間を作ってくれたんですけど、で姉も姉で夜ご飯も食べさせてあげるねって言ってくれて、娘の夜ご飯も食べさせてくれて、お風呂もね入れてくれて、夜帰ってきて、やっぱりねメイが日中いないといないで寂しいですね、静かって思いました。一人だけなのにこんなに静かって感じるのっていうぐらいね静かに感じたんですけど、とりあえず私はマスク、うがい、薬を飲んで、もう徹底的にうつさないようにしなきゃと思ってやってて、ただメイは鼻がちょっと小さい頃から弱かったので、熱はね7度ぐらいだったんですけど、鼻水がねちょっと出るようになって、あーやばい、うつしちゃったかなと思って、でそれでよくメイには効く市販の薬を飲ましたらだんだん良くなって、そしたら今度ですよ、夫が喉の痛みを訴え、うつしちゃったと思って、そしたら夫は元から扁桃炎が結構腫れやすい方なので、それでもう喉がどんどん痛くなってって、で熱はないんですけど、なのでもう休みの日にもう目も一応鼻水出るから見てもらった方がいいからって言って、もう一緒に連れてってって言って、父と娘と親子で病院に行き、
で薬をもらって、そしたら私の両親が本当にありがたいことに、私の夫がね、やっぱり扁桃炎が腫れるとすっごい痛いらしいんですよね。本当に水分を取るだけでも痛いぐらい。で、その喉からやっぱり体のだるさだったり、熱はなくてもちょっともう体力が落ちてしまうっていうような症状で、でそこで私の両親が気を利かせてくれて、一人でちょっと休みなって言ってくれて、で私と娘を、まあ、私陰性だったのでね、あの喉の痛みもなくなって、で咳も夜にちょっと出るぐらいだったので、メイも鼻水も出なくなってきたので、私とメイをですね実家に泊まらせてくれてですね、今実家で撮影しているんですけれども、もう本当に感謝でしかないですね。で私自身あのもう治りかけではあるんですけど、一応夜になると乾燥でかな、あのマスクをして寝るんですけど咳がちょっと出て、あの目覚めたりとかするんですけど、なので本当にねドタバタ、うん、なので YouTube 撮りたいと思ってももうその体力がなくて、でなんでかわかんないんですけど体重も過去最低体重まで落ちてしまって、見た目じゃ分かりにくいと思うんですけど、なのでちょっとねあの体力つけて、で血液検査でも筋肉量が減ってるとも言われたので、なのでちょっとね体調管理には気をつけなきゃいけないなと改めて思いました。ただ仕事においては本当に気が引き締まるというか、全然違うんですよね自分、まあ、気が張ってるっていうのもあるんですけれども、なのでねちょっとまあ当分4月までは大きな仕事はないので、家でできる仕事しかないので、ちょっとねその間にちゃんと体調万全にして、皆さんに早く元気な姿をねめいめいと一緒にお見せできるように頑張りたいなと思います。 SNS とかでね最近 YouTube 更新ないですけど大丈夫ですかとか、あと買い物に行った時とかも YouTube 見てますよとか応援してくれる人がいてすごい嬉しいんですよ。なのでもう早く更新したいなっていう気持ちと、なかなか更新ができないっていう気持ちと、もうちょっとね複雑だったんですけど、まあ一応なぜちょっとこれまでなかなか更新できなかったかっていうね理由をちょっとお伝えさせていただけたらなと思いアップさせていただきました。終始ねマスクをさせていただいて申し訳ないんですけれども、あの画面越しなのでね、たとえ咳しても映ることは絶対ないんですけど、もしくしゃみして鼻水出たら恥ずかしいので、なのでちょっとね念のためマスクをさせていただきながらアップさせていただきました。なので次回はね元気な姿で動画をアップさせていただけたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録やめずにそのままで、なんなら登録もしていただいて、首を長くしてお待ちいただけると本当に嬉しいです。そして皆さんも寒暖差が激しいのでね、くれぐれもご自愛いただいて、本当に自分の体は自分でしかわからないこともあるので、自分自身を大切にしていただけたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。